つ。なんかね、面白くないやつならあるよ。あ、いいよ。全然面白いの求めてないから。なんかさ、ゆいとユニットやったじゃない？あ、やった。ひげられてさ、禁じられた。禁じられたって。で、その曲中にセリフがあるじゃん、お互い。うん。うん、なんか、すごい、ちょっと。そうね、ちょっと女の子同士が好き同士の曲やから、うん、ちょっとそう禁じられたい。なんかもともとゆいとその曲やるのがすっごい嫌で嫌で、ま、言わせてもらいますけど私も嫌やったからえ、でも似合ってましたよ、二人とも。ほんまに？ありがとう。見てましたけど、うん、で、やって、うん、曲の最後はゆいのセリフで終わるんだけど、ね、ゆいのセリフの時笑っちゃった私。え？笑ってた？笑ってた。あの真剣な曲やのに？そう。あら、笑われた。でも抜かれてなかったです、カメラでは。うん、なんか、ちょうどだから横山さんのセリフのところだったから、全然、禁じられてましたよ、いい感じに。あ、マジで？いい感じに禁じられてる。なんかさ、パルルとさ、なんか手繋ぐとかそういうのじゃないから、うん、なんか最後手繋ぐんだよね。そう。で、なんか手繋ぐとかもさ、ね、え、じゃあさ、ちょっとさ、二人やってみてくださいよ。あの、禁じられた二人の、そのセリフ。は？え？もう忘れた。やってくださいよ。かわいそう。かわいそう、りっちゃん。やってあげたいけど、コンサート来た人限定やから。あ、なるほど、ね。ごめんね。じゃあ、いつかまたね、見たいですよ。禁じられた二人生で。え、じゃあやる？二人でやる？なんでやねん。